ポジションは宇都宮です。リブに当たっています。ショットクロックもう一度巻き戻し、比江島の得点のスリー、ましたね、ワーストバスケット、トップオザキーから比江島、その2試合は19得点バウンスバックした比江島でした。タモはそこから走るイカルがレイアップ、リップチェック、バックボードを使ってのアシストになりました。イカルがアイザック・ポトゥ、ティップインあります。この入りです。そうですね、まあ、ディフェンスもそうですけれども、特にリバウンドの部分ですね、はい、去年の CS、 今年のレギュラーシーズンから7ゲーム対戦してるんですけれども、さあ比江島です。大倉とのマッチアップ、ポトゥのスクリーン、比江島のドライブ、ヨラセップから入っていく、わーナイスですね、うん、落ち着いています。9-0のラン、ワイルドカード上位、この船橋アリーナに乗り込んでまいりました。宇都宮ブレックス、素晴らしい入りになりました。これは先ほどのアリウープダンク失敗、はい、惜しかったですね。そうですね、いいプレーでしたよね、はい、ただこの後のねコースの切り替え、このスピードのところで、イカルガです。トカシがついていく、ベースラインからキックアウト、比江島のコーナースリー、いやーよく出ましたね比江島選手。やっぱり今日のゲーム狙ったら得点狙ってきますね、スコットとダンカンのマッチアップ、北川からもう一度スコット、北川ツーポイントのジャンパ ー、 なんかわけです。ベースラインジャンパーを軽やかに決めました。北川周平です。アラヤとスミス、マシーのパターンがつきます。ミーナーとパーン、ミーナーここはドリブルパワープレー、押し込んでキックアウト、アラヤとオープンでのスリー、はい、アラヤにはスミスがつきます。アラヤのスリー2本目、はい、決めた。両チームとも本当に熱いファンブースターの方が多いので、ね、はい、すごいですよね、やっぱ会場は。アラヤのスリー、来た、ね、1本目、ナイスショット、落ち着いてますね、アラヤ選手、今ノーマークでしたしね、しっかり決めていました。ブニー、クーニー、今日最初のフィールドゴールの得点、渡辺のコーナースリー、決めてきますね、渡辺選手も、やっぱりこのオープンは逃しませんね、はい、メイクで入った渡辺、コーナーからアラヤ、さあどうだ、4本目、前半からオンファイヤー、アラヤ広瀬、キックアウト、比江島からもう一度コーナー、遠藤スリー、さあ遠藤も2本目、いやナイスシュートでした。おそらく左足首の状態は万全ではないと思われますが、スコット、ここはパープレー、押し込んでスコット、ギャビンのディフェンス、スコットタックショット、リバウンド、ポトゥー、ポトゥー選手強い、イカルガ、タモマ、イカルガもう一度掴み直しました。比江島入ってきて、比江島、ナイス、比江島の独特のヘジテーションから入ってきました。早くも2人、はい、ハードショーの2人対応してきましたね。今シーズン一番スターターで多かった5人のラインナップでこの第3クォータースタートしました、はい、ブーリー入っていって、ブーリー、おーっと、ここはジョシュ・スコットのブロック、はい、一方の宇都宮はスターターの5人で第3クォーターを始めています。前半12得点の比江島、入れ替わって比江島、後半最初の得点も比江島誠です。ステップが上手いですよね。スッと原と入れ替わった。リーグ最少失点、そしてディフェンシブレーティングもリーグトップの宇都宮ブレックス。前半は37点で千葉を大きく追い込みましたが、ターンオーバー、比江島のスイール、ノールック、ジャッジスコット、そこからのセカンドチャンスポイントは16対7と宇都宮が大きくリードしました。比江島入ってきた、比江島、いやー比江島6段上です。比江島のドライブが止まりません。はい、ダンカンの飛び込みを期待しましたムーニー、ここはトランジションでジョシュ・スコット、うーん、早い攻めで得点をしていきました。の第3クォーターの入りです。ちょっとターンオーバーからの失点が、そして比江島には佐藤をつけました千葉です。スコットのスクリーン、連続でピックアンドロールから比江島のスリー、決めた。比江島今日スリーポイント6分の3、イカルがポトゥへ、さあ今度はポトゥと赤穂、ポトゥフックショット、いや今インサイドから攻めてますよね宇都宮、ここでしっかり得点積み上げられてます。ポトゥと今度はムーニー、入れ替わるポトゥ、リバースレイアップ、プットバック、スリバウンドですね、フィーラーのプットバック、はい、さあ9点差、振りやすくなりますよね、ノーマークの選手はここミスマッチになるので、
っぱり2つ目今チャンスを作れてるというところでは非常にいい攻めだなというふうには思います。ただポゼッションは宇都宮です。スピンムーブケーブス、ケーブス、あーナイスパー、よく合わせましたね。いい合わせでした。はい、ダイナミックなテーブス海のドライブから竹内の合わせ。メンバー変えてきますね、はい、インサイドついてきますね。スコットへミスマッチ、そしてフィーラー、はい、ここはよく得点までつなげました。ファイトオーバーついていく原、いやディフェンスの対応がいいですね。千葉フィーラー逆にファール4つだから高くなり、あーっと5つ目ここでファールアウト。対応してね、手を出さないようにはしてたんです。エンドも決めたかったですね。今オープンのコーナー3、ね、よくアシストからチャンス作りましたよ ねスローインからフィーラー、ここはあっさり得点の宇都宮です。ブーリー出しどころがない。ここで富樫へ、富樫のアタック、アタック、キックアウト、今度はオープン、イカルガの3、シュートよく決めました。今度はヒットさせました。コーナー3オープンでした。テーブス海入っていく、エンドボール回しますね。宇都宮ミスマッチ、エンドのフェーラーウェイ、はい、わた10点差、残り2分です。オフィシャルタイムアウトからのこの宇都宮ですが、そうですね、落ち着いてますね。落ち着いてますよね、はい。比江島スキッパス、エンド、スコット、スコット来た、落ち着いています。注目の昨シーズンのファイナルズの対戦です。ゲーム1はアメーの宇都宮ブレックス、81対70、見事にリーグ最強の矛、千葉を70点に抑えました。リーグ最強の盾、宇都宮ブレックスです。